俺だ。こんにちは、神田です。今日は新潟の補強進捗度を他のチームと比べてどうなのかということを、見比べていこうかなと思います。まずは前半のうちに勢い持ってね、補強していった柏からいきたいと思います。見にくいかもしれませんけども、柏が補強した選手の図を出していますので、それを見ながら説明聞いていただけるとありがたいなと思います。柏の狙いはセンターラインの補強と、今シーズン懸念されていた左右のサイドバックの補強を確実に遂行できたと思います。来シーズンはゴールキーパーは若手有望選手の佐々木選手がレギュラーとして出場していくことが予想されますが、そのバックアップとして、トスから経験のある森田選手を獲得。左右のサイドバックには、サイドバックもできるトスからジエゴ選手。清水からは片山選手を獲得。センターバックには、立田選手をおそらく現戦力の高橋選手、古賀選手と争うことになってくると思います。ダブルボランチには札幌から移籍してきた高峰選手、現戦力の椎橋選手に加えて、流通経済大学から加入したテクニシャンの熊澤選手がどう食い込んでいくか。サイドの部分では、右サイドでは現戦力のサビオ選手、もしくは山形から加入してきた山田浩太選手が争っていくと思いますし、左サイドでは名古屋から移籍してきた仙頭選手、もしくは現戦力の豊島選手などが争っていく形になっていくと思います。今年戦って足りなかった戦力を今シーズン見事に埋めることができた補強だと神田は思います。ほぼ 100% に近い補強になったんじゃないのかなと思います。続いては鹿島も積極的な補強をしており、なんといってもセンターバックに強力な2人の選手、上田選手、庄司選手が加わりました。今シーズンは失点が多かったこともあり、センターバックの補強が急務だったと思うので、これで守備の安定感は増すんじゃないのかなと思います。で、鹿島は上田綺世選手の移籍により、シーズン最後の最後まで得点不足に嘆いていたので、川崎から移籍してきた知念選手がどこまで鹿島にフィットしていくのか、そこが非常に楽しみだなと思います。神田と同級生の岩政氏が監督をしているので、今シーズンの悔しさを晴らしてもらいたいなと思います。補強の進捗度で言うと 70% になるんじゃないのかなと思います。次は京都です。確実に戦力の厚みが増しているなと思います。左サイドバックに大分から三沢選手、センターバックには熊本で活躍した伊予選手が加入、中盤には町田から平戸選手、栃木からレンタルバックしてきた八千田選手が復帰、現戦力のインサイドハーフの武田選手、福岡選手との争いになってくると思います。で、京都のすごいところはワントップ、今のところ候補が6人いるんですよね。現戦力の山崎選手、イスマイラ選手、
遺跡組から水戸から加入した木下選手、徳島から加入した一味選手、ガンバから加入したパトリック選手、そして新加入の関西学院大学の木村選手という6人が今いる現状です。誰がレギュラーで出場するかわからないんですけども、もしかすると1人2人は移籍の可能性があるんじゃないのかなと思います。補強の進捗度でいけば 70% ぐらいかなと思います。続いては横浜 FC なんですけども、横浜 FC も現戦力に厚みを増していく補強だなと思います。センターバックに東京ヴェルディからウドカ・ボニフェイス選手、仙台から吉野選手を獲得、ガブ・リエウ選手、モラエス選手がまだ契約更新していないと思いますので、この2人がたとえ抜けたとしてもそれを補える補強をしていると思います。そして中盤には神戸から技巧派の井上志音選手、熊本からスピードと突破力がある坂本選手、レノファから決定力がある高井選手を獲得、今年手薄だった中盤もしっかり補強して選手層が厚くなっていると思います。で、横浜 FC は現時点でフォワードが8人いるだけに 2,3 人の選手が移籍もしくは入れ替わりで新しい外国人フォワードの獲得があるんじゃないのかなと思います。補強の進捗度からいくと 70% かなと思います。続いてはセレッソ大阪、今シーズン見事に強さを見せたセレッソですが、補強も現戦力にしっかり上積みしてきた感じで、ボランチセンターバックは現戦力のまま行くのかなという感じで、期待の高卒ルーキー3名の補強と、今シーズン加藤選手がチーム最多の6ゴール7ゴールでしたかね、得点力アップに向けて福岡からクルークス選手を獲得、マイクマ選手をおそらく右サイドバックに下げてクルークス選手を右サイドハーフに入れてくるんじゃないのかなと神田は思います。そしてずっと獲得の噂があるレオ・セアラ選手の獲得が実現するかどうかで、得点力不足も解消されていくんじゃないのかなと思います。補強の進捗度は 60% ぐらいじゃないのかなと思います。そして最後になりましたが、新潟なんですけども、今の段階では選手の流出はないのかなと思います。現戦力に上積みしていく感じになっていくのかなと思います。バランスのいいね補強をしているんじゃないのかなと神田は思うんですけども、補強ポイントのサイドバックには新井選手を獲得したので、来シーズンのサイドバックのレギュラー争いはかなり熾烈になってくるんじゃないのかなと思います。町田から加入した太田選手はおそらく開幕に間に合わない高木選手のポジションに入ってくるんじゃないのかなと神田は思います。で、まだ更新していない伊藤選手、高木選手、水戸選手、島袋選手、トーマス・デン選手、マイケル選手、藤原選手、堀米選手、長谷川選手、西村選手、そしてレンタルしている篠塚選手が残れば J1 の舞台でもやれる戦力は十分に整っていくと思いますけども、ここからもしかすると1人2人引き抜かれていくようなことがあればかなり厳しくなっていくんじゃないのかなと思います。ですけども、新潟は昨日ですかね、ダニーロ・ゴメス選手、23歳のレフティと契約したという情報があるので、まだ公式発表されてないので実際どうなのか分かりませんが、ほぼほぼ加入になってくるんですかね。主に左ウイングでやっていた選手、ポンチ・プレッタでは今季開幕戦から右ウイングや左ウイングの先発起用が続いていたんですけども、6月以降に出場機会が激減、7月の開催リーグ戦を最後に全く出番がなくなっていった選手で、ブラジル2部リーグ38試合中12試合の
先発出場で今シーズン今季は無得点という結果です。まあ、映像で神田が見る感じではテクニックとボールキープ力がありそうな選手かなと。左利きということもあり、左サイドで出場するのであれば中へ中へ切り込んでいくドリブルが得意なのかなと神田は見ていて思います。まあ、今シーズン無得点で終わるということなので、まあ、シュート精度、決定力をまあ、どこまで上げていくかが楽しみになってくる選手なのかなと。まあ、23歳と若い選手なので勢いに乗ると一気に大きく成長していく選手になっていくんじゃないのかなと、可能性が十分に感じる選手になってくると思います。でそうなってくると新潟の場合はフォワードの選手枚数が足りない気がするんですよね。横浜 FC に獲得を狙っていた坂本選手を奪われる形になってしまったというところもあるので、最低でもフォワードを誰か一人補強した方がいいような気がするんですよね。なのでここの補強、フォワードの部分の補強は必須になってくるんじゃないのかなと神田は思います。そしてあと名古屋の宮原和也選手が契約満了になったので新潟は獲得に乗り出してもいいんじゃないのかなと。宮原選手のポジションは右サイドバックかボランチ、他には左サイドバック、センターバックでもプレーできますが、得意なのは右サイドバックかボランチだと思います。宮原選手はボランチでプレーすることができるので、サイドバックとしてはビルドアップ能力は高いです。戦術眼に優れ、プレー判断も早く、止めて蹴るまでの一連のプレーが流れるようにボールを動かす頭脳派で、テンポよくゲームを組み立てる能力があると思います。サイドバックはプレッシャーをね、怖がって体よりも外のタッチライン側にボールを置きたがる傾向があり、守備ブロックの外側でしかボールをつなぐことができない選手が多い中で、宮原選手は体に対して正面にボールを置いて守備ブロックの中にパスを通すことができるのが特徴。ビルドアップの時のインサイドへの華麗なボール運びも素晴らしいと神田を見ていて思います。守備の部分ではポジショニングのセンスもありますし、フィジカルコンタクト、俊敏性においては少し課題があるかなと思いますが、ドリブル対応力、ボール出し能力はかなり高いと思います。複数ポジションができて実績ある選手を移籍金なしで獲得できることは大きいと思いますので、新潟は宮原選手の獲得に乗り出してもいいんじゃないのかなと神田は思います。明日以降は新潟の補強ポイントをまた詳しくお伝えしていこうかなと思います。そして今日は19時45分からライブ配信させていただきますので、よかったら皆さん参加の方よろしくお願いいたします。今日も長い動画になりましたが、最後まで見ていただき本当にありがとうございます。それではまた。